さあ本日はアルペンアウトドアーズさんに来ております。アウトドアグッズがたくさん揃えられてるということで、私こういうお店来るの初めてなんですけど、結構ワクワクしてます。いろいろ見て回りたいと思います。平日なんですけど意外と人多い。うわめっちゃいっぱいテントあんねんけど、うわ欲しい。いいかな見て。なあ、こんなん絶対いりますよね、これからの季節。これからの季節ってか、なうストーブ欲しい。いや焚き火もいいんですよ、焚き火ももちろんいいし楽しいんですけど、あの他のことに熱中してて気を配る余裕がないときにストーブあったらいいなって思ったりする。これ何？いや文明の利器とは素晴らしい。ちょっと最高やんか、こんなテントいいですね。組み立てんの大変かもしれんけど、見てこのテント。なんかファミリー向けですね。サイズ大きいからすごいワクワクする。ちょっと待って、これは子供心をくすぐるハンモックじゃないですか。小さいな、ハンモックじゃないかも、椅子かも。どうやって座んの、どうやって座んの、どうやって座んの。うわーめっちゃ壊れそうで怖い。ハンモックってワクワクするよね。小さい頃は部屋にハンモックとか欲しかったもん。これドーム型のテントかな。ドーム型でいいの。もうこんなんしたいもん、こんなんしたい。最高じゃない。テーブルにも困らんし、あったかさにも困らんし、眠くなったら寝れる。しかも何がいいってこれ中2つで仕切れるんですよ。いいですね。なんかすごい揃ってる。なんでも見て、こんなん超便利やん。あ、ちゃんと取れるんや。この中に火くべてこの上で焼くって感じ。焚き火の種類こんなにあるんや。こういうでっかいの欲しい。めっちゃ強そうじゃない、めっちゃ強そうじゃない。この焚き火台めっちゃ強そうじゃん。戦闘力53万って感じ。あ、簡易テントも置いてる。こっちは一人用かな。ちっちゃいのがいっぱいある。鍋、美味しいご飯炊けるよ。鍋で炊くんかよ私。天敵かよ。ランプ、こんな明るいのもあるんやね。めっちゃ可愛いんやけど、見てランプ、ランタン、めっちゃ可愛くない。暖を取るのも明るいのも火で十分やけど、普通に部屋に欲しい、インテリアとして。可愛い、めっちゃ可愛くない。超おしゃれじゃない。部屋に飾る人もいるんで、そりゃそうか、こんな可愛いのね。何より一番心をくすぐられたのはスリーピングバッグ。最高やんか、最高やんか。これは私寝ろって言ってる。ダンボール集めよう。
そりゃそっか、そりゃこんなするよな。へえ、何でもあるな、アウトドア用品。あー、なんで私はこんなに寝袋にばっかり目がいくんやろ。でも最高やねんけど、こんなんエアマットですって、最高じゃない。ワクワクする。買うわけでもないのに。すごいね、いろんな形のテントがある。組み立てるのは大変そうやけど、なんやろ、やっぱ値段が上がると比例して強度も便利さも上がるって感じかな。広さと約逆万枚のテント、すごいね。ファミリー向けやね、これも。それでも欲しいと思ってしまう。贅沢したくなるね。でもこんなんあったら絶対便利よな。どうやって止めてんねやろ。こういうのどうですか、椅子。もう折りたたみやんって感じやけど。もはや組み立てるとかじゃなく折りたたみやんって感じなんですけど、これからもっとこんなことしていこうと思ったら簡単にパッて出せる椅子があるといいなって個人的に思います。寝そう。こういうので組み立て簡単なやつがいいけど、これもあれやわ、ピーって刺さなあかん、力いるやつや、語彙力。すげえ、ナイフ。なんかさ、全然関係ないけど無駄にこれ欲しい。なにこれ、斧。こっちは服系ですかね。あったかそうな服がいっぱい、このシーズンやから。めっちゃ可愛くない、かわってなっちゃったもん今。マネキンやのにちっちゃい、かわいい。なんかやっぱりアウトドア用品ってことだけあって、結構ね、丈夫そうな靴とかあったかそうな服とかが多いです。絶対あったかいもん、これとか。なんやろ、これは防水ってことかな。機能性に優れた靴が多い。いよいよ寒いからな、なんかアウターでも買おうかな。すごいですね、びっくりするぐらいものが多いし、なんかこんな、このジャンルのこの品でこんな便利なもんあったんやみたいなが多すぎる。これ何よこれとか、クッキングドライ、あ、すごい欲しいかも、クッキングドライネット。ねえ、見て見て見て、これ見える、テントの中にこたつある。幸せ。マジで、考えたって天才かよ。いや、帰りたくなくなるわ、これは。こたつですよ、だって。こたつもあって、ランプもある、ベッドもあるんですよ、横に。最高やん。なんか、どういうお店かなと思って楽しみにしてて、想像以上でしたね、やっぱり。展示されてるものは、やっぱり居心地よく作られてるし、もう今とかもう根っこ生えてますね、足にビヨーンって。ちょっと動きたくないな、これは。はかどるよな、こんなん買い揃えたらさ、キャンプ行かずにいれんくなるかも。
最高ですよ、これ無理やもん、帰られへん、動かれへん。いつかこんなんがいいな、いつかこんなんにしたいな。絵にしますね。安い、これなら私にも買える。 LED ライトはちょっと欲しい。急遽買うってなったので、私お財布にかなりお金が入ってた。チャンネル登録よろしくお願いします。